こんにちは、まほです。いつもありがとうございます。中キレでは中からキレイになる情報を発信してまいります。今日のお題は可視化する片付けというテーマでお話をしたいと思います。断捨離をして片付けていくときにポイントを押さえておくとリバウンドしにくいですし、その後がとても使いやすいというメリットがあります。なのでその片付ける方法についてポイントを今日は4つお伝えしたいと思います。可視化する片付けポイント、1つ目、しまい込まない。2つ目、重ねない。3つ目、重複するものは1つに。4つ目、例外。以上4点についてお伝えしたいと思います。1つ目、しまい込まない。今夏物冬物、特に洋服なんですけれども、室内はとても暖かいので夏物冬物の区別がなくなりつつあるというか、上にコートとかは着るんですけれども、冬でも割と部屋の中では薄着だったりすると思うんですね。なるべくまあコンパクトにするっていうのが大前提なんですけれども、自分が見える状態で夏物も冬物も把握できる状態、パッと見て分かる状態にして、衣替えみたいなことでしまって入れ替えるみたいな、そういう作業をなくすことによって自分が持っているものを常に把握するという状態がいいのかなと思っています。全てのものに入れて、食器など、それから靴とかそういうものもしまい込まずにですね、コンパクトにして見える状態にしておくっていうのがベストかなと思います。2つ目、重ねない。これは洋服も食器も同じです。食器も重ねてしまったものは下の方は取らないんですよね。あと奥の方にしまったものっていうのは洋服も食器も使わないです。そしてあることを忘れてしまいます。で、忘れてしまったものっていうのはないも同然なので、それはいらないかなっていう対象になるのか、手前に出してみて使ってみてよければそれはそれでいいと思うんですね。出しておけるもの、見えるもの、重ねないで置いておけるものっていうのを、自分が本当に気に入ったものっていうのを厳選して捨て活をしていくっていう対象のポイントにもなるのかなと思います。3つ目、重複するものは1つにということです。これ便利だなと思って買って、でそれを忘れてまた買ってしまってとか、これよりあっちの方がより便利だなっていうので同じようなものを2つ持ってたりすることあると思うんですね。2つ3つ4つとか下手するとあるかもしれないんですけど、道具、食器、文房具などなんですけど、同じようなものが何個もあっていう場合なんですね。実際使うのって本当に使いやすい1つだけだと思うんですよ。なのでそれに集約してしまって、その他はさようならするっていう感じにしていけるといいのかなと思います。とにかく極力シンプルにしてですね、物っていうのはパソコンの中身と違って検索とかかけられないですよね。パソコンだったら検索機能で検索してどこにあるか探すことができます。それに iPhone もiPhone の探す機能とかで探すことができるんですけど、そういうことは物はできませんので、できる限り自分が把握しやすい感じで分かりやすくシンプルにコンパクトにしておくっていうのが、いろんな意味で作業効率も良くなりますし、ストレスもなくなりますし、精神衛生上とてもいいというメリットがあるのかなと思います。4つ目、例外についてです。1つ目は季節物、そしてもう1つは冠婚葬祭系ですね。たまにしか使わないけれども季節でいるものっていうことになりますね。季節物の例で言えばクリスマス、お正月、ひな祭り、子供の日、ハロウィンとかそういう感じになりますよね。その季節でいろんなことをこうやりたい人にとっては、そういう季節物っていうのがしまわなくてはいけないものとなると思います。私この季節物もですね、だいぶ断捨離をしまして、本当に気に入ったものだけで、ハロウィンなんかについてももう全て捨ててしまいました。ハロウィンとかはハロウィン自体に私があまり興味がないっていうのもありまして、もう持っていません。季節物については100均などをうまく活用してですね、必要なものだけ買って、そしてその度にもう処分をして、来年また使うんであればまた新しいものを買うっていう風にするのも一つの手かなと思います。冠婚葬祭なんですけれども、喪服とかパーティー用の服とか結婚式用に買った服とかですね、そういうものについては必要なんですけれども、なかなか普段着る機会がないということでですね、何年も着ない間に形が古くなってしまったりとか、そういうことがあると思うんです。私も喪服は何十年も前に買ったものっていうのはもうだいぶ前に捨ててしまいまして、喪服っていうのは急に必要になったりすることがありますので、黒いジャケットと黒いスカートっていうのは
いつも置いてあって、でそれだけはそういう時のために取ってあるっていう状態で、喪服自体はもう処分をしてしまいました。冠婚葬祭系のものもですね、着てみて形とかが古臭くなってしまってると着る気がしませんので、定期的に見直すっていうのも必要かなと思います。お祝いの席の、あのパーティー用のドレスとかそういうものも同じなんですけれども、定期的に見直して一回着てみてですね、ちょっとこれはもう着たくないなと思えば、お祝い事についてはですね、あの急に来ることがあまりなくて、あらかじめ分かってるじゃないですか、前もってあの早めに分かっているので、それに向けて自分で買ったりとかの準備ができますので、その時が来た時に本当に自分が今着たいお気に入りのものを買うっていう風にするのがいいのかなと思います。今日のまとめです。お伝えしたいこと4つありました。1つ目、しまい込まない。2つ目、重ねない。3つ目、重複するものは1つに。4つ目、例外。以上4点についてお伝えいたしました。皆様いかがでしたでしょうか。思い当たるところあったんじゃないでしょうか。断捨離とかお片付けをするときにこのことを参考にして効率よくお片付けをしていただければなと思います。今日の総まとめです。しまい込まない、重ねないで見える化してすっきりと暮らして中切りになれたら嬉しいですね。今日は以上になります。ご参考になったら嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。